おはようございます。さて、今年の夏なんですが、なんと4年ぶりに日本へ帰省しました。二重国籍の子供がいる場合、外国のパスポートと日本のパスポートの両方を使い分けて入国出国をするんですが、日本のパスポートの有効期限が切れてしまっていた場合どうしますか？実は日本のパスポートがなくても戸籍謄本で日本人であることが証明できれば日本人として入国が許可されるんですね。海外在住の中にはこの夏 4,5 年ぶりに日本へ帰ったという人も多いんじゃないでしょうか。私もそのうちの一人です。久々の帰省ということでバタバタしていたのもあったんですけど、子供たちの日本のパスポートが切れてて、それを申請する時間がなかったんですね。アメリカのパスポートの申請もあったし、仕事も忙しいし、シアトルの日本領事館は予約が取れないし、ともういろいろ重なっていっぱいいっぱいになってたのもありました。アメリカに住んでるのでアメリカのパスポートは出国入国に必要だけど、正直日本のパスポートは日本に行くとき以外で使うことはありません。そこでもう日本のパスポート申請は諦めて、子供たちはアメリカのパスポートで入国させればいいかとも思ってたんですけど、親は日本のパスポートだけど子供たちはアメリカのパスポートで入国となると、日本の入管でなんかごちゃごちゃ言われるという体験談を耳にもしたので、休暇の頭から面倒なことになるのも避けたいわけですよね。アメリカには米国籍の人はアメリカのパスポートで出国入国をしなければならないという法律が連邦規則22巻53条の1項に明確に記されています。見つけられなかったのですが、日本も同じような規則は存在しているらしく、基本的に日本国籍者は日本のパスポートで入国するというルールがあるそうなんですね。調べていくうちに、日本の旅券を持っていなくても日本人であることを証明できれば日本人として入国できるということが入管法第61条に書かれていることが分かりました。でも曖昧な情報のままだと不安なので、念のため入国管理局にも問い合わせをしてみました。でここで一つ重要なことですが、私の体験は生まれながらにして重国籍になった私の子供たちの場合を問い合わせたので、大人になってから日本以外の国籍を取得したケースではないので注意してください。さて、入国管理局に問い合わせてから1週間ぐらい時間はかかったんですけど、ちゃんとお返事をいただきました。日本国の旅券の提示ができない二重国籍の場合、日本国以外の国の有効な旅券と日本人を証明する資料、この場合発行されてから6ヶ月以内の戸籍謄本の提示もしくは提出が必要になるということです。詳細が必要な場合は到着空港の審査管理部門へ問い合わせるようにと、私の場合は羽田空港だったので羽田空港の電話番号も教えていただきました。ということで、初めての試みなんですが戸籍謄本で入国しようと決断をして、急いで母親に戸籍謄本を送ってもらいました。結論から言うと、特に問題もなく子どもたちは日本人として日本に入国することができました。大まかな流れを説明すると、まず羽田空港の入国審査場へ行くと、どのゲートへ行くか誘導するスタッフの方がたくさんいます。ここで注意なんですが、日本のパスポートを持っていると顔認証ゲートに行くように誘導されてしまいます。私も誘導されて入っていこうとした手前で気づきました。便利だと思うんですけど、今回は戸籍謄本での入国なので顔認証ゲートは使えません。誘導員に事情を説明すると、数名しか並んでいない端っこの窓口を案内されました。
窓口で私の日本のパスポート、子供たちのアメリカのパスポートと戸籍謄本を提出して、日本のパスポートの申請が間に合わなかったので戸籍謄本での入国手続きをお願いしますと申してました。何か質問されるかと身構えていたんですけど、特に何もなく、はい、わかりましたと受け付けてくれたので、正直拍子抜きしました。基本的な入国審査は外国人が入国するときと同じです。アメリカのパスポートをスキャンして情報確認とスタンプを押印するんですが、外国人が受ける90日の上陸許可証のシールではなくて、日本人が受ける帰国印が押印されました。加えて入国審査官羽田空港支局と書かれた黒いスタンプが青い帰国印の隣に押されて、中国籍者と手書きで記入がありました。担当官の方には出国の時も戸籍謄本の提示を求められると思うので、パスポートと一緒に所持していってくださいと言われて、これで終了です。所要時間はだいたい10分ぐらいだったと思います。子供2人分だったのと、担当官が新人だったのか、その方の後ろに先輩らしき人が座ってて、その方に聞きながら手続きをしていました。多分あまりないケースだから時間がかかったというのもあるかもしれません。でも特にいろいろと質問されたりとか嫌味を言われたりなどということもなく、スムーズに手続きをしてくれて、最後にはお気をつけてと言葉をかけられて入国審査を終えることができました。昔は入国審査って不愛想で怖い印象があったんですけど、たまたまいい人に当たったんでしょうか、すごくいい気持ちで通ることができました。出国は戸籍謄本は使わずに日本のパスポートで出国しました。日本に滞在中にパスポートを申請したんですが、これはまた別の動画で話そうと思います。念のためもう一度付け加えますが、今回は生まれながらにしてアメリカと日本の両方の国籍を取得した子どもたちのケースなので、自分の意思で外国籍を取得したり、自分の意思ではないけれども例えばイランのようにその国の男性と結婚した女性に対して自動的に国籍を与えられたケースではないので、全ての二重国籍者が戸籍謄本で日本人として日本に入国できると言っているわけではないので、その点だけご注意ください。また当たり前ですが、出発までに数週間あってパスポート申請も日本領事館の予約などを取らずに申請できるのであれば、出発前にパスポートを取得することをお勧めします。私のボストンの友人は出発2週間前に子どもたちのパスポートを申請して、出発2日前ぐらいに受け取りました。地域が違うと管轄領事館の業務ルールも違うので、お住まいの管轄の日本領事館に問い合わせをお勧めします。では今回の話はここまで。少しでも私の話が参考になったと思っていただければ嬉しいです。 Hope you are having a wonderful day. Bye for now.